こんにちは、広瀬真希です。チャンネルヒロをご視聴いただきましてありがとうございます。今日ご紹介するのは SB のシーズニングミックス。とっても簡単、きゅうりと和えるだけ、韓国風たたききゅうりを紹介します。まずはきれいに洗ったきゅうりをキッチンペーパーで水気を拭き取り、綿棒などで叩きます。ある程度きゅうりが叩けたら食べやすいサイズに切ってボウルに入れていきます。きゅうりを4本分叩いて切りました。こんな感じです。これから和えていきます。これは夏になると毎日こればっかり食べてます。ちょっと待って、箸じゃ混ざんない。粉がきゅうりにまぶせたら、ここにごま油を入れていきます。2杯とちょっと、これをさらに混ぜる。いい匂いがしてきた。こんな感じです。これを冷蔵庫で冷やして味が馴染んだ頃がとっても美味しいです。完成です。できました。シーズニングミックスを使った韓国風たたききゅうりです。ごま油がよく効いてて、あとピリ辛でとっても美味しいです。ちなみに今日の晩御飯は焼肉丼です。この焼肉丼にこの韓国風のたたききゅうりがとってもよく合うんですよ。もうね、このたたききゅうりは皆さんもきっと癖になると思いますよ。あとお肉をいっぱい食べてね、栄養をつけて。では早速いただきます。焼肉にはやっぱりこれかな。あ、美味しい。ちょっと先にきゅうりから。うん、美味しい。うん、ごま油がすごい効いてて、きゅうりも叩いてあるからなんか味が早く染み込んでるみたいで、このまたピリ辛がたまりません。今日はシーズニングミックスを使った韓国風たたききゅうりの紹介でした。さよなら。もうちょっと。おいしい。丼が重たい。ご飯がね、出てこない。